って言って先生をついていくからでここ裏読んでまたこっち側でショートコーナーとか、うん、ほんでまたお前も行ってスリップしてみるよ。ハードショーしてたらスリップ、はい、はいはい、ということがこうラウンドしていくと回っていくだけの話だ。でその中でそれは分かった、分かった、はい、なら最初からやるよ。その中で2人目来てからでもどこでまあ展開してもいいねんけど、本当は展開してみようか。2人終わってから行かれへん、2人目のやつがスリップしたところで展開してごらん。そのままそのまま続けてな、はい、せーの、はい、いったスリップいった、もうすぐ行っていいよ。スリップ展開した、だからこれでこう入れてきたから今度こっち側にこう入って、はい、スリップスリップ展開、もう上がっておいて、これでハイポスト上がっておいてここで狙って、そうそう、スリップスリップ展開、ここ見といて、ハイポスト上がっておいてここ入ったらパン、まあまあまあ、そうやね、そうそう、ね、で入れへん、ハイポスト入れへんかったら向こう入れへんかったら、入れへんかったらそのままバックドアして、ここでここ入れて、普通の普段のパーンパーンのハンドオフでもいいし、そこは応用やな。あの人もうバックドアしたらここ開いてんねんから、そのままドリフトスクリーンで行ってみる。言うてることわかる？あの人が先バックドアしてもうたらどうしようじゃなくて、で自分がここでボールもらってもいいし、そのまま入っていったらこれでもいいし、で横ずれてみる、でスリップした、スリップスリップリンダマン、ハイポスト開いてるよ、はい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 、ここでもいいしあっちでもいいし、あどっちもできへんかったら、はいはい、スリップスリップパンパン、バックドア応用、分かった。それをしながら自分いつでも1対1シュートチャンスあったら強いやし、他の4人の自分よりももうちょっと楽に空いてる人ないかなっていうのができてきて、だんだんチームがあってきたら、でドイツのどのプレーヤーがもっといいところに出せるようになってきたら、もっともっと点数取れるし、もっとハーフモード編成が楽しくなる。最初は難しいな、ややこしいなかもしれない、その勉強も一緒で、だん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 乗り越えていって応用問題もできるようになってきたら面白くなる。やろ、そこまでは努力しかないです。でお互いこうした方がいいよってカバーし合って、より早くコツを教えてもらったりとかしたら分かりやすいやん、勉強でもな。こんな人はいいねん、何やねん、何で教えてくれへんかってみたいな話よくありますよ。だからそういう風にやりましょう。お、以上。じゃあここは